トしてきますよね、アベスパね、まあ、このクロスがファーサイド、ここには選手がいないか、コマノが打った、こぼれている、森本、森本が決めた、アビスパに移籍して第1号ゴール、森本、2対0アビスパ福岡追加点、新加入元日本代表の森本がここで決めました。まあ、ドゥドゥが PK を外して少しこう嫌な流れだったんですけれども、はい、まあ、多分駒野のはパスじゃなくてシュート性のボールだと思うんですよね、あれはやっぱりあそこにしっかりコントロールできるってのは素晴らしいですよね。ここからワンバウンドして、まあ、相手選手が被るんですけども、はい、この後ですね、シュート性、まあ、これシュート性だと思うんですけども、はい、しっかりコントロールしてシュートを打てるところに、ね、置くコントロールができる、素晴らしいですね。高い技術と、そして最後のフィニッシュの能力、アビスパに移籍して開幕戦でゴールを決めました。